調剤薬局大手会社に内定しました。はい、かかりつけ、一人一人のかかりつけ薬局という NMI さんの概念に惹かれて選びました。はい、私は以前その NMI さんの薬局に行ったことがあり、その場で調剤薬局事務員さんの対応がものすごく憧れて、それをきっかけに希望しました。以上。はい、苦労したことは面接練習でずっと笑顔で面接を受けることです。いつも頭の中で考えてしまって真顔になってしまうので、笑顔で挑むことを気をつけました。以上です。はい、正しい言葉遣いが大変でした。正しい傾向で自分をアピールすることに苦労しました。以上です。はい、かかりつけ薬局として選んでいただけるように常に笑顔ですることを心がけ、頑張りたいです。はい、私はできるだけ業務を早く覚え、また患者さんにも笑顔で接することができるようにしていきたいと思っています。以上です。頑張ります。